2月15日は涅槃会です。お釈迦様がインドのクシナガラの郊外シャラソージュのもとで80歳のご生涯を閉じられた日にちなみ、多くのお寺ではその様子を描いた涅槃図をかけて法要を営みます。お釈迦様は35歳でお悟りを開かれてから45年間の長きにわたって、自らの足で人々を救う教えを多くの土地で説き広められました。その最後の教えの旅路を記した大発涅槃経というお経があります。そのお経によると、マガダ国のラージャガハを寺社アーナンダと共に出発されたお釈迦様は、生まれ故郷のルンビニーに向かいましたが、その途中の村で体に激しい痛みを感じるようになりました。幸いに回復しましたが、教団の将来を思われたのでしょうか、お釈迦様は自らを島とし、自らを頼りとして、他人を頼りとせず、法を島とし、法を拠り所として、他のものを拠り所とせずにあれとアーナンダに示します。自分が亡くなった後も弟子たちが自らを律し、生前に説いた多くの教えを拠り所として修行を行ってほしいという願いであったのでしょう。しかしその後、クシナガラでシャラソージュのもとにいたり、頭を北に、右脇を下につけて横になり、お釈迦様はお亡くなりになるのです。その際、アーナンダをはじめそばにいた多くの弟子たちは両腕を突き出して泣き、砕かれた岩のように打ち倒れ転げ回ったと伝えられています。その様子を後に描いたのが涅槃図です。お釈迦様のご葬儀を取り仕切ることになる長老のアヌルッタが泣き崩れるアーナンダを支え励まし、四本の枯れたシャラソージュの右上から亡き母のマヤ夫人が雲に乗って飛来し、多くの人々と共にさまざまな動物、鳥、虫たちが悲しみに暮れているという伝説が書き込まれた絵図です。ところで、この涅槃図の前に五色の涅槃団子をお供えすることがありますが、これは後に荼毘に付されたお釈迦様の仏舎利、つまりご遺骨が五色に輝いたという伝説によるものだそうです。動物や鳥の形に作り吊るしてお守りにする地方もあるようです。
いなる真理に目覚め、人々を救う多くの教えをお示しになり、お亡くなりになられたお釈迦様を忍び、私たちも同じ人間として残された教えをよりどころとして、自分自身が歩むべき道、すなわち生き方を見つめる機会としたいものです。